はい。えー、それでは、こんにちは。えー、ハイレベル科学の無機科学編ということでですね。えー、今回は、鉄の精錬と、鉄イオンの性質に関してのですね、重要問題の演習を行っていきたいと思っています。本講座では、無機化学ということで、 まず、知識の整理を行った後にですね、えー、具体的な問題に取り組んでいきたいと思っています。無機化学、いろいろ暗記することが多いですが、本講座を受けることによってですね、知識が整理されて、入試で戦える実践力が養われます。えー、ぜひですね、始めから終わりまで、えー、しっかりと受講してもらってですね、入試に 生かしていただきたいなというふうにして思っておりますではですね問題に移っていきたいと思いますまず鉄の精霊についての知識をですね解説していきたいと思います まず、鉄についてはですね、えー、もう言わずもがない私たちの生活に欠かすことのできない重要な金属になります、えー。ではですね、この鉄っていうのはどのようにして得られているんでしょうか。今回はですね、えー、まずこの鉄を取り出す方法について、えー、詳しく復習していきましょう。 まず、こちらの左の図にあるのはですね、えー、自然界にある鉱石から鉄を取り出している様子を表しています。このような操作をですね、えー、精錬という風にして、えー、言っています。で、えー、図の上の方にはですね、鉄鉱石、コークスー、石灰石と書かれていますね。で、このうちですね、鉄鉱石っていうのが鉄の原料になります。 今、鉄鉱石とコークス石灰石をですね、溶鉱炉に入れて加熱しています。すると、中で還元が起きてですね、鮮鉄というものが得られます。鮮鉄は炭素原子を4%含んでいてですね、硬くてもろいという性質があります。身近なところではですね、マンホールに使われている材料になります。 しかしですね、もっと粘り気のある状態にして、いろいろな形に加工したいという場合もあります。そのために、この先鉄をですね、右側の天炉に入れてですね、天炉の中では、先鉄に酸素を吹き込んでいき、最終的に鉱というものが出来て、出来上がってきます。で、この鉱はですね粘、粘り気があって、強靭なので、 コツやレールなどいろいろな用途にですね、使われています。以上のですね、流れを簡単にまとめるとですね、鉄鉱石とコークスからまず先鉄が得られて、最終的に鉱が出来上がるというような流れになってきます。 またですね、この鉄の性質と化合物についてお話をしていきたいと思います。まずですね、鉄は融点が高い物質になります。鉄は溶鉱炉などで非常に高温にしないと溶解しません。また、鉄は錆びやすい金属としてもですね、有名です。 まあ、皆さんもね、鉄が錆びている様子を見たことがあ,あるでしょうね、えー。鉄にですね、塩酸、気硫酸を加えると、水素を発生して溶けて、えー、鉄2イオンになります、えー。イオン化傾向の時にもですね、学んだように、鉄は水素よりもイオン化傾向が大きい元素ですね。えー、鉄は塩酸や気硫酸に溶けますが、濃硝酸にはどうでしょうか 実はですね脳硝酸に対しては表面に酸化皮膜を生じて不動体になって溶けませんまたですねアルミニウムのねえに紹介したですね合金に紹介した時にも同じようにですね鉄にも重要なですね、合金っていうのが存在しています この鉄、クローム、ニッケルの合金をね、ステンレス鋼という風に言っています。まあ皆さんがよく見ているのは台所ですね。台所のね、排水口とかにはね、これ全部ステンレス使われていますね。で、ステンレスっていうのはね、錆びにくいという意味でキッチンの流しなどに利用されています。<laughs> はい、えー、ということでね、えー、鉄の性質、まとめておきました。融点が高く湿った空気中では錆びやすいと。で塩酸気流酸には水素を発生して溶けて、鉄にイオンとなると。濃硝酸には不動体となるため溶けないと。でえーまあ、ここでね、ちょっとセットとして覚えてほしいんですけれども、えー、不動体となる、えー、他の金属として、ねえーアルえー、アルミニウムやニッケルも存在します。 はい、で鉄とクローム、ニッケルの合金、ステンレス鋼はまあ錆びにくいということになります、はいえー、では、ね、この次に鉄2イオンとです、ね、鉄3イオンについてです、ね、お話をしていきたいと思います。 で特にですね、この金属のイオンについてはですね、溶液や沈殿の色っていうのが非常に重要になってきます。えー、まずですね、えー、この上の試験管にはですね、鉄にイオンの Fe2 プラスを含む溶液が入っています。で、この溶液の色っていうのはですね、単力色、単緑色になります。 では、この溶液にですね、他の物質を加えると、どのような変化が起こるでしょうか。えー、まずで、それではね、えー、まず水酸化ナトリウム水溶液を加えてみます、えー。するとですね、水酸化鉄に FeOH のですね、緑白色沈殿が生じます。 え、イメージしにくいと思うんですけどね、この写真ちょっと見てね、ご覧くださいね。はい。FE にプラスと関係する物質は緑色に近いという風にしてね、えー、覚えておきましょう。はい。えー、で、続いてね、えー、有名なのがですね、えー、こちらですね。硫化水素になります。 ね、塩基性条件下で硫化水素を通じると、ね、塩,化塩基性条件下でね、えー。硫化水素を通じると、硫化鉄に fes の黒色沈殿がね、えー、生じます。で、今回の硫化鉄二のように、硫化物は黒色のものが多いっていう風に 多いですね、まあ。ただね、あの、硫化物の中にも黒じゃなくてね、ZNS のように白色沈殿も起こすものもありますのでね、チェックしておいてください。はい。えー、で、えー、他にはですねこ、えー、この、こちらですね、 ヘキサシアニ,シアニド鉄酸カリウムをね、えー、加えると、まあ、どういう形になるかということになります。で、えー、このヘキサシアニド鉄酸カリウム水溶液のこの F の酸化数っていうのはですね、プラス3になっています。で、えー、これを加えると、そうするとね、こちら、この、こちらのようにですね、脳生食沈殿が生じます。 で一方でですね、こちらですね、ヘキサシアニド鉄サンカリウムウを加えるとですね、正、えー、白色沈殿、えー、このようなですね、正白色沈殿というのがね、生じます。はい。まあ、えー、 他にはですね、この,の FE2 プラス用にですね、過酸化水素水を加えるとね、この過酸化水素水、えー、自体がですね、えー、酸化剤の役割を果たすんでね、この FE2 プラスが FE3 プラスになります。えー、FE3 プラスの元々の色っていうのはね、黄褐色なのでね、えー、酸化されるとこれ FE3 プラスに変わるので黄褐色になります。 で,で、またですね、えー、後ほどまた出てくるんですが、チオン、チオシアン酸カリウム、KSCN を加えてもですね、これは変化がありません。まあ、えー、一方でね、この鉄酸、イオようにですね、このチオシアン酸カリウムを入れるとですね、こちらのようにですね、えー、こ、こちらのように、いいね、えな、あこちらのような色のね、沈殿を起こします。 はい。えー、では、この次にですね、この鉄三用についてね、お話をしていきたいと思います。はい。えー、まず、 重要になってくるのがこちら FE3 プラ鉄酸イオンの水溶液にですね、水酸化ナトリウム水溶液をま、加えると、まあ、どういう形になるかと、えー、いうことになります。で、水酸化鉄、えー、この水酸化ナトリウムをね、えー、加えるとですね、こちら、えー、水酸化鉄酸 f e o h 3の赤褐色沈殿が生じます。ね。 えー、元の溶液と似て褐色に近い色に、まあ、な、なり、なるということですよね。まあ、ただね、この FEOH2、えー、元々はね、黄褐色なので、これ赤褐色になるっていうことでね、これものすごい非常にね、えー、問われやすいし、この色についてすごい問われ、問われやすいし、この金属用の系統分離などでね、非常によく出てきますのでね、この赤褐色っていう色はですね、ぜひチェックをしておいてください。 はい。えー、で、次にですね。えー、こちらですね。はい。えー、ヘキサ、シアニド鉄二酸カリウム水溶液を加えるとですね、脳生殖沈殿。 んがですね、えー、生じます。先ほど FE2 プラスのところに、この FE3 プラス、えー、ね、FE の酸化数がプラス3になっている、このヘキサシアニド鉄酸カリウムを加えるとですね、えー、脳生食沈電が起きました。まあ、プラ、要するにプラス2にプラス3を加えると脳生食沈電。こちらはプラス3にプラス2を加えると脳生食沈電ということでね、えー、これとセットでね、えー、覚えておいてください。 で、えー、あと、えー、よく出てくるのがこちらですね。チオシアン酸カリウ無水溶液を、この、ーカー色、えー、FE3 プラスイオンのね、オーカー色水溶液に入れるとですね、えー、こちらのような、色の沈殿が起きます。まあ、これもね、えー、非常に出てくるのでね、チェックしておいてください。 で、えー、一方でね、このプラス3にプラス3のこのヘキサシアネト鉄酸カリウムを水溶液を入れると、まあ、この褐色のね、えー、沈殿が起きますよというところですね。で、またですね、えー、まあ、こちらはね、まあ、暗記というか、まあ、理解をちょっとしておいてほしいんですけれども、お、硫化水素、お、これま、非常に還元性、え、が、ね、え、硫化水素、 ね、硫化水素は、これ、還元剤として働いてですね、この鉄三四がね、還元されて、えー、FE3 プラスが FE2 プラスに戻ります。ね、えー 電子を受け取っているので、FE3 プラスが FE2 プラスに変わります,そうすると。そうするとですね、単緑色の沈殿がまあ生じますよということで。まあ、それは当たり前やね。FE3 プラスが FE2 プラスに戻っているから、こうね、戻りますと。で、一方でね、こちらですね。 はい。え過、ー、酸化水素水とね、反応させると、まあ、どういう形になるのかなーっていうことなんだけれども、この場合はですね、えフィー酸プラスがですね、触媒となってですね、え過、ー、酸化水素水のが分解されるっていうね、反応が起きてきます。えー、したがってね、ここは酸素がね、えー、発生します。このようにね。 で、えー、硫化水素をね、加えると、先ほどの鉄にイオン水溶液と同様でですね、FE ニップ、FES、えー、クロ沈殿チンデがね、えー、生じます。はい、えー、ではね、えー、具体的に、えー、問題に移っていきましょう。 次の文章の空欄四角に適当なごく物質名を入れ、えー、後の各問いに答えなさいという問題になります。はい、えー、溶解炉の上部から、えー、鉄鉱石、あ、および石灰石を入れ、はい、もうここはいいですね。はい、コークスでしたね。コークス、および石灰石を入れ、えー、酸素を含んだ熱風を、 下から吹き送り込むと、えー、コークスは主に一酸化炭素となって、えー、鉄の酸化物をですね、えー、還元、えー、します。 はい。えー、こうして、えー、得られた鉄には約3から4%の、はい、なんでしょう。はい。炭素ですね。炭素を含んでいて、えー、これを先鉄と呼んでいます。先鉄と呼んでいると。えー、こうし、えー、えー、先鉄と呼ばれ、硬くて、えー、脆いが比較的融解しやすいので、えー、異物に用いられると。で、これを天炉に入れ、えー、純酸素を吹き込んで、 sp など不純物を除くと同時にですね、同時に、はい、炭素の含有量を1.7%以下に減らすと、粘り強い丈夫な、はい、王となる、はい、これは、先哲、うー、こう、先哲じゃなくて、えっ、ー、と、こう、こうでしたね、こう。 こうとなるので、えー、種々の構造材料として、まあ、利用されるっていうことですね。まあ、レールなどの、お、材料に使われますよ、とね。はい。えー、で、鉄を気流酸と反応させると、水素を発生して溶け、はい。えー、何色の水溶液になったかな、っていうことですね。はい。これは、はい。えー、こういった気流酸、えー、ね、えー、気塩酸。まあ、こういった反応を、えー、こういったもの、 とね、えー、反応させると、まあ、どういう、ね、えー、色を示すかっていうことでね。はい。これ、これは、鉄は FE2 プラスになった、なるんでしたよね。えー、従って、こちらの色は、緑、えー、単緑色、単緑色になります。はい。はい。えー、で、これにですね、水酸化ナトリウム水溶液を加えると、木の緑白色沈殿が、あ生じるということで、はい。これは、なんでしょう。はい。FE2、ね。 fe2+, FE 今 fe2+, になってるんだよね。これね。え、と反応してるから fe2+, じゃあその fe2+, に水酸化ナトリウム水溶液を加えると何ができるんだったっけはい。え、水酸化鉄2でしたよね。feOH2。 の緑白色沈殿を生じますはい、えー。では次行きますよ。で、この FEOH2 を空気中に放出すると徐々に酸化されて、はい。えー、FE2 プラスが FE3 プラスになると。 ね。FE3 プラスの水酸化物量になるよということでね。はい。えー、石褐色の水酸化鉄3に変化するですね。はい。えー、この石褐色っていうのもね、重要な色をよくね、問われやすいのでね、これもしっかりと覚えておきましょう。はい。えー、では次ですね。はい。鉄2イオンは、ヘキサ、はい。 ホニャラらイオンと反応して、脳生殖の沈殿はい。鉄にイオンとね、えー、酸化数がプラス3である、ね、シアノ鉄、シアノ鉄イオンとね、反応すると脳生殖沈殿が起きたんだよね。はい。こちらに入るのは、ヘキサシアノ鉄酸イオンです。はい。ヘキサシアノ鉄酸イオンになります。はい。ね、えー、科学式書けますかね。 はい、えー、もし忘れちゃった人はね、えー、この動画巻き戻してね、えーえー、動画のね、説明ちょっとチェックしてほしいなと思います。はい、えー、で、また、鉄3イオンは、はい、えー、はい、こちらは、プラス2のヘキサ、シアノ鉄ね、ね、えー、3イオンとね、反応するということで、はい、こちらに入るのは、ヘキサ、シアノ鉄、2、プラ、2イオンですね、えー、と反応して脳生色の沈殿を生じ、 はい、えー、次ですね。えー、この FE3 プラスは、はいこし、こちらですね。はい。 えー、ホニャラ水溶液と、を、加えると、はい、こちら、何でしたかな何だったかなはい、えー、血石食の溶液を、なる、はい。FE2 プラスのね、えー、水、を含む水溶液に加えても、これを加えてもね、何も無色だったんだけど、FE3 プラスの場合はね、反応したよね。はい、これ、こちら、はい。チオシアン酸カリウムです。はい。チオシアン酸カリウム。チオシアン酸カリウムね。えー、KSCN。 ね。チオシアン酸カリウムを加えると脳赤色の溶液になる。はい。これしっかりとね、覚えておいてね。はい。えー、ということになります。はい。では次、えー、ではね、えー、全部四角、埋め終わりましたのでね。次、カッコ1の問題いきます、えー。下線部の反応を化学反応式で書きなさい。ね。はい。下線部の反応こちらですね。はい。FEOH2 を、FE、こちらですね。下線部の反応ですね。 はい、え FeOH2O、ー、Fe OH、をこれね、FeOH3 に変わったって反応ですね。はい、こちら。はい、えー、4FeOH2 プラス O2 プラス 2H2O が 4FeOH3 と、ね、えー、いう反応が起きます。ね、えーえー ね、これ、こちらね、しっかりと書けるようにしておいてくださいね。4FEOH2 プラス O2 プラス 2HO が 4FEOH3 ということになります。はい、えー、では次ね、えー、鉄の腐食を防ぐため、鉄にクロムやニッケルを混ぜて作った合金を何というかということですね。はい、こちらは、はい、ステンレスコーですね。はい、ステンレスコーということになります。はい、えー、ではね、次、カッコ3番です。えー、純鉄1.0、えー、0トンを作るには、 石鉄鋼 FE2O3 の含有量を95%する。が、まあ、何トン必要なのか。原子量は FE56、o O16 と、する、ということになります。このね、FE のね、原子量ぐらいはね、これちょっとね、もう理系であればね、ちょっと覚えておいてほしいですかね。はい。 えー、ではね、えー、化学反応式、今どういうふうにして立てられるかということですけれども、はい。こちらですね、えー、鉄鉱石、鉄鉱石をですね、この一酸化炭素を使って、まあ、還元していくんですよね。徐々に徐々に段階的にね、えー、還元していきます。ねえー、そうすると、まあ、最終的に FE と二酸化炭素が生じると。 え、いうことで、FE2、はい、こちらもね、えー、ちょっとね、えー、二次試験対策用にですね、書けるようにね、えー、鉄の精錬の重要な化学反応式の一つとして、えー、これは書けるようにしておいてください。はい、FE2O3 プラス 3CO が 2FE プラス 3CO2 と。 え、いう形になります。で、つまりですね、f e 2 o 3 1モルから f e 2モルが得られる、え、いうことで、え、必要な赤鉄鋼を X トンとえー、する、えー、X、X トンとすると,すると、はい、えー、まずね、こちらですね。はい、FE2O3 の、おね、 分子量パーで,、ね、で、すね必要な積でこう X などをうう置くと、X の分子が1 x かける、x かける、はい。まあ、トンですからね。えー、10の3、かける10の3乗するとね、えー、これ、ラムで、それのね、また10の3乗倍ということで、かける10の6乗やってます。トンだからね。えー、かける。で、含有量、FE2O3 の含有量というのは95%なので、0.95を掛け算すると。で、えー、それの2倍のモル数、え、ね、出てきてるよということで、えー、必要な積鉄鋼のモル数が求まりました。 ね。えー、で、最終的に、ねで、最終的に、ね、これ、モルをグラムに直すために、FE の原子炉を掛け算する。グラムパーモルね。モルをグラムパーモルで掛け算して、グラムを求めていくと、えー、いうことになってきます。えー、で、えー、これがですね、これが、 えー、いく、いくつ、えー、ね、えー、なるかというと、順鉄 1.0×10 の6乗トンと。ね。1.0×10 の6乗グラムね、えー。こちらもね、トンですから ×10 の6乗ね、えー、やってます。グラムに直すためにね。はい。というね、式が成り立ってきますので、X は計算すると1.5トンという形になってきます。 はい、えー。ではね、次、カッコ4番です。先鉄は、純鉄に比べて、転生、遠性が小さく、高度が大きい理由を説明しなさい、と、えー、いうことになります。はい、えー。国公立のね、二次試験ではね、こういった、理由もね、えー、記述で問われたりしますのでね、しっかりと説明できるようになっておいてください。はい。えー、いきます。えー、鮮鉄先は、鉄の結晶格子の隙間に炭素原子が入り込むことによって、 こう、はね、えー、コムコートによってできた合金で、炭素原子が外力によって起こる鉄原子の移動を、えー、せ、えー、妨げるため、純鉄に比べて、純鉄に比べて、転生遠征は小さくなる代わりにですね、コードが増すという形になります。 一般的でですね、このね、多くの合金っていうのは結晶構築において金属、 原子同士がです、ね、まあ、置き換え型合金というふうに言うんですけれども、まあ、こうのようにですね、鉄原子の作る結晶格子の隙間に、他の小さな非金属原子などが入り込んでできた合金をですね、侵入型合金というふうに言います。で、一般に金属結晶内にですね、金属原子以外の原子が入り込むと、金属結合の連続性っていうのがね、失われてですね、 転生や遠征っていうのが減少します。代わりにですね、侵入した原子がですね、えー、金属原子の移動を妨げるので、純金属よりも非常に硬くなるっていうふうなね、えー、現象が起きます。はい、えー、ということでね、えー、今回の、 鉄の精錬と鉄イオンの性質についてのね、講義はこれで以上にしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。